国体推進課の板垣です。いよいよ三重とこわか国体の開催まで200日を切りました。観戦を楽しみにしている皆さん、国体にはデモンストレーションスポーツという競技があることを知っていますか？デモンストレーションスポーツは子どもから高齢者まで幅広い年齢の人が障害を通じてスポーツに親しむきっかけとなること、また世代や地域を超えて交流の輪を広げることを目的に国体競技の一つとして行われています。経験がなくても県民なら誰でも気軽に参加することができます。市では6月に伊賀流手裏剣打ちスポーツ、8月にキンボールスポーツの開催を予定しています。今回は4月1日から募集を開始する伊賀流手裏剣打ちスポーツを紹介します。伊賀流手裏剣打ちスポーツは競技の部とゴム手裏剣の部に分かれており、どちらも6月20日日曜日に上野公園特設会場で開催します。競技の部は県内在住の中学生以上の人が対象です。忍者衣装を着用し精神集中するための九字護身法を行った後に金属製の手裏剣を打ち得点を競います。忍者衣装は有料となりますがレンタルも行っています。ゴム手裏剣の部は県内在住の小学生以上が対象でゴム製の手裏剣を打ちます。こちらは得点は競いません。どちらの部も参加者には記念品を贈るほか、競技の部は上位8位までの選手に賞状を、ゴム手裏剣の部は参加者全員に認定証を授与します。募集人数は競技の部、ゴム手裏剣の部いずれも100人で、定員になり次第締め切ります。先着順ですので、出場を希望する人は早めにお申し込みください。募集期間は4月1日木曜日から30日金曜日までです。応募方法は市実行委員会ホームページに掲載している参加申し込み書に必要事項を記入の上、一般社団法人伊賀上野観光協会まで持参するか、郵送、ファックス、または E メールで提出してください。なお、18歳未満の人が参加を希望する場合は保護者の同意が必要です。詳しくは三重とこわか国体伊賀市実行委員会ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。応募先は郵便番号 518-0873 伊賀市上野丸の内122番地の4、一般社団法人伊賀上野観光協会、電話 26-7788、 ファックス 26-7799、 E メール伊賀-上野@ict.ne.jp。 お問い合わせは三重とこわか国体伊賀市実行委員会事務局、電話 43-9100、 ファックス 43-9102、 E メール国体@city.iga.lg.jp までお寄せください。皆さんでデモンストレーションスポーツに参加して三重とこわか国体を盛り上げていきましょう。以上、国体推進課からのお知らせでした。